見知らぬ街だ。なぜこんなところに俺がいる。どこの誰かは知らんが、俺を呼ぶとはおかしなやつだ。これはこれは、この国に伝わる災厄を仇にするのが私の機能だが、実在の鬼を呼び出したのは初めてだ。歓迎するよ、干からびた絶滅種。この俺はお前が映し出した虚像だったか。なるほど、道理で実感がつかめぬはずだ。所詮失敗作だがね、たたりとして映し出したものに自我はつかない。君のオリジナルはよほど力のあるものだったのだろう。本来カットすべきその自我、ここで削ぎ落としてしまおうか。好きにしろ。ただし、その細腕でできるのならば。お前は島高馬。あと数分で消え去るというのに出会うとは。これも縁というやつか。トーマ、いや、ナナヤキリの息子。さあな、俺は会いたくなんてなかった。いや、会わずに済めばそれでいいと思っていた。では別れるか。お互い、ここでの出会いは本意ではない。遅い。あんた今口にしちゃいけない名前を口にした。それを聞いた以上、引き下がることはできない。骨は残っていたと見える。ならばここで父の後を継いでみるか。小僧、頃合いか。体は薄れていくものの、痛みも考えもない。もう少し死に近いと思ったが、これでは夢と変わりはないな。死に損なったな、トーマ。お前に父を継ぐ気概が残っているのが、俺の住む森に来るがいい。その時こそあの夜の答えが出るはずだ。Thank you.